はいどうも、年貢シューターと申します。今回も実況やってまいりましょう。さあこの実況、何の実況？信長の野望、新生。はいどうもありがとう。直前から最下位長尾影虎最強化計画天と地と長いタイトルでございますと、今回の目標ででん、もうこれはですね、ギウォール、北条、氏康か。氏康をギウォールに取り入れる。これで南ギウォールが完成だ。東西南北ギウォール。これにて、長尾影虎強化は、さらにしやすくなると。いったところ、多分ですね、高藤取ればギリ、隣接するんじゃないかな。道的には全然隣接してないけど、これ。やっぱ道が通ってないとダメなのかな。道通すとしたら、つつじがさき、かんばらか。まあ、このルート通った方がね、打撃はいいんですよね。武田を完全に東西分断できる上に、本拠地を叩いて、士気をくじくことができる。そうすると武田はですね、もうほぼ、北条のようなこの領地になりますね、これね。その後武田はもう甲斐武田氏からこの上総武田氏みたいな感じになりますね。いやー、なかなか感慨深いということで、今回南ギウォール作ることができるのかできないのか考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって参りましょう。内ヶ島宇治政、宇治政って読むんだこれで。内ヶ島氏治じゃないんだはい、大丈夫？土とか埃とかいっぱいついてない？大丈夫？地震の影響があるよ。大丈夫かな。そうやってあれだ、いじめ問題とかに発展するよ、そういうこと言うと。織田信清、信清さんは織田の何だろうね。よく見るけど織田の 何家なんだろう。おじさんだよね、確かね。嬉しきことよ、まとめて、おしてくれ。信玄来るか。3万、これは信玄3万動くとなると、また織田が動くな。行くさぞ。どこに行くつもりだ。簡単整えよ。上原か。しかもここら辺国境紛争など起こしよって、チョコ材な。それでは武田との決戦、まさにここは縛り上げよ。敵将捕獲、相馬のじいちゃん、戸沢道盛。あー、これは切りたいな。というよ、無理でしょうな。切りたいけど解放しよう。はい、解放。ありがたく帰らせてもらうわい。さあここは野戦となる。城を囲んでの野戦となりますね。洪水やめてよ。さあぼちぼち合戦となる感じですね。備えなさい。よし、これは先導三条、もう山のじゃボロボロだ。で来るぞ、信玄がやってくる。これ全部当たるかな。これ中だったらいいんですけど、中あるかな。まあ当たっていけ。みんな、ここいいぞ。ちょっと待って、姉上がいい感じ、いい感じ、姉上いい感じ、最高。お指図を。騎乗ね、もうここ騎乗。うん、とやばいなこれも大宝寺もやばいな。それでは大合戦となりましょう。これは9対9、ただいま強撃食らってましたけど、ちょうどいいですね。22000対13000、ちょうどいいぞ。これはいい感じで勝てそうだ。神諏訪の戦い、川中島よりだいぶ私たちの方がえぐってきましたね。まあこれが今回の川中島みたいなもんよ。さあ行くぞ。なんかこっちの方がちょっと怖いな、軍勢怖いな、やばいかな。よし、解散。真ん中軍神で突っ込んでいきましょう。とにかく軍神で当てていく。いざ戦わ。で上落石いけるかな。室が入れるか。
室が重積像で右が空いてるんで、右からなんか回り込んでいきたいですね。よし、軍神いけるか、これ先いけるか。あー、先破壊されたか。まずいな。なんかいつもこの差し合いになるな、いつもいつも差し合い。でもまあ割と復帰早いよね、混乱はね。よし、落石。あ、やられたんかい、やられたんかい。おい、多い、やられたのかい。今取ったところだったのに。で、もう一個の置き口狙っていく。で、軍師ここ捕まれましたね。ここはステップで逃げましょう。はい、ステップ。板垣信方撤退させる。オッケー。あべこべにこっちが有利になっていくぞ。一騎打ちだ。春信、板垣信方、うん、小牧源太、打ち取ったり。織田から流れてたか。よし、攻撃上昇。でもなんかあんたな、引くな。あ、室がやられたか。室が撤退。99から上がるけど、引くと戻るのか。あ、引くと戻るようになった。上限が来ましたね。さあ、しかしこれ繰り返してますけども、こっちの軒口きちんとですね、柿崎が落としに行っている。これで勝ちだろ。お指図を頂戴したく。よし、これ当たるんじゃないですか、落石。今こそ要所を用い。はい、ゴロンゴロンゴロン、ドカーン。兵が乱れておる。で、春の森かましてやろう。暗い。行くぞ。あ、なんでいいところで壊滅挟む。よし、うわー、この魔法強え。最強魔法やなこれ。で、さらに破壊、さらに混乱、長引く。さあ、春信よ、参ったせい。動き出したか。動き出したる、マイレボリューション。しかしだ。あ、こっちも やられたか。激しい戦いとなる。これが鎌中島の戦いだ。しかし春信引いた。破壊、全部破壊。激しい、激しい戦いでございました。さあ、これで南ウォールですよ。南ウォールつながるのかどうかですね。宙がまず吹きます。これで高藤は取れるでしょう。さあ、どうなる。供養派、めっちゃかっこいいな供養派。よし、高藤入った。高藤ともう一つ入ったな。何ですと、何ですと。え、一条、あ、もう一つ入ってねえや。これはギリギリ入ってない、木曽福島が。これによってつながるよね、これ駿府。いけるんじゃないの。ギオールになれい、補助維新165。拮抗か。拮抗はダメかもしれない。拮抗は縛るだけにして。ダメですね。あ、隣接してない、ダメだ、これ隣接になんないわ。隣接というのはやっぱり道のことを言うのか。道で言うとかなり厳しいな。うん、つつじがさき、かんばら行かないといけないですね。まあ、もしくはつつじがさき、岩殿でもいいかもしれない。いや、ギリ、道はないか。まあ、かんばらだな。よし、じゃあ、つつじがさき進んで参りましょう。また来たのかよ、もうしょうがねえな。お使いしよう。なんかまあね、そういう風になるんだろうね。まあ、ある程度の実力者だとね、無限にできないっていうね。忠説を尽くします。そうなるよね。今度はまあ信じちゃいないけど、まあ使ってやるかみたいな感じになるんでしょうかね。夫人を始めなさい。さあって、舞台数が我々圧倒的に足りないんだが、つつじヶ崎まで行くのはなかなか難しいですね。
が武を示す時が来た。さあ合戦か、小さい戦いですね。4部隊同士の戦いでしょうか。5-4、ここをまず勝っていく、ぶっ飛ばしてやる。はい、軒口破壊で押し切り萌え。あおー、43歳。あれ43歳だっけ。いつまか一歳増やしてない。なんてことはない、あるよ。さあ制圧に村上義清はなんとトップを取りました。で進みを早めていく制圧だ。いいところで合戦かけてくれました。これであと2エリアぐらいで着くかな。 何気にね辻ヶ崎館はですね、これ耐久低いんですよね。城というよりやっぱあれなんですかね、お屋敷っていう感じだったんですかね。城を落とす、うん、まあそれなりにね周りに堀とかはあったんでしょうけども。龍源佐竹義里、あの変な顔のやつね、引き抜いてやろう。よし、ツツジヶ崎の目の前まで来ましたね。三好の心象良くなりました。貢ぎ物というコマンドあったんですね。あのそういえば見たことあるなってやつ、貢ぎ物成功しましたね。これで6ヶ月有効ですね。もうすぐです。これはとりあえず同盟まで行って上げていってですね、仲介入ってもらいましょう。もう三好に。さあそして辻ヶ崎つきましてございます。ここ強行しましょう。強行、いかにする、強行、強行でいいでしょう。うおー、相手が春の部でもガシガシ落ちますね。ああ、なんというボンクラ、40歳、これから働き盛りのボンクラ。使えてみるも良いか。ボンクラ使えるのもよし、そういう趣味もある。敵我が手にてついえたり。で合戦マークついてるけど一瞬にして消える。入ってくる、入ってくる。いや、これは先に落とすよ。ここで引き抜く。ほらこれ変な顔してるんだこれ。いいからいいから、もう落ちるんじゃい。じゃい、よし、これでなんと制圧ですね。あの本拠地、武田の本拠地、甲斐武田氏辻ヶ崎、ついに我が落としたり、我陥落せり、かの不義なる者、武田の本拠地よ。全員ついてこい。お使いいたします。よし、笠原がこんなとこ来てる。お断りいたす。お断りいたすか、解き放ってやろう。礼を申し上げる。さてこれであともう一箇所というところ、神原は攻めてますね。ですごいすごいすごい量守りが来たんだけど、うわやばそう。いけるかなこれ。1、2、3、4、5、まあでもこれ部隊数だけだな。おっと山の富士動いたか。ここで動くか、邪魔くさいやつめ。これは邪魔くさい。さあ合戦かーになりました。6対8、ここで手を打とう。勝てるかな。6-8はちょっときついな。さあこれでも吹っ飛ばせば一つぐらい城が入ったりなんて。ただ守りだからね、そううまくはいかないかも知らないですけど。よし、結構打ち取り出しましたよ。武田信門とか、あと原虎じゃない、種秀か、千葉市の方の打ち取りましたよ。2人捕らえたの。原種貞、これは来ないでしょう。解放、この恩は忘れぬ。さあこれ中ですね、一応ね、簡単な戦いですけど中です。城は取れないでしょう。うん、届かない、岩殿までは届かない。
ただ北条はびっくりしている。岩殿まで取れれば確実なんだけどな。あーで、いいですね、神原もかなりの兵力で囲んでる。これ落ちるでしょうね。早くこれ、今回はもう南ウォールの完成見たいとこなんで、見たいんですけど、一応ちょっと北条どんな感じか交渉で見てみましょう。ダメだ、まだ隣接してない。道だこれ、やっぱり道だ、岩殿だ。ここまで進めるしかない。あと北条が早くこの神原ですね、落としてくれないと。強行かけてこの兵数なんだ、すぐ落ちるでしょう。うん、もう待ち遠しい、待ち遠しいわ。よし、ではこちらは合戦で防ぎつつ、神原が落ちるのを待ちましょう。井戸義弘少年、これより集金に励みます。人をよろしいか。三好の信用60いきましたね。これで同盟結びましょう。ただちょっと怪しいな。そなたらは我が盟友となんかやられてるっぽいんですよね。三好もちょっと限りが見えてきてるんだよな。織田に押されているか。おっと、神原落ちましたね。佐野さん来ました。お使いいたそう。よし、いいっすね。東洋はめちゃめちゃ見えてきた。考えが煉獄東洋も見えてるし、破壊そろそろ山の内の制裁もな。俺はやってやらなければいけない。いつまでもこちらを家来と思って侮ってもらっては困る。そしてどうでしょうか、北条勝ちしましたね。5つの城を持っている。伊豆は完全に平定。さあどうか、頼む、南ウォール頼む。来たやったー、やったー。史実出せなかった北条の従属、こんなに嬉しいものか。これはこれは全国統一よりもよっぽど嬉しい。北条の従属、このなせる技よ。このまさに軍神が太平洋まで意を轟かせたのだ。あとはこの囲まれたプラチの輩のこの生息する関東を沈めないといけない。この関東を沈めつつ織田を成敗だ。そうするとおのずと上洛という運びになる。今日は誰が持っているんだ、三好か。まあ今は仮で結んでいるが、その時は立ち退いてくれるだろう。というところで今回も最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンはグググググッと押しちゃってください。ツイッターフォローは概要欄です。それじゃみんな、またごー。